次の方どうぞ。はい、はい、いらっしゃいませ。失礼します。はい、でいらっしゃいます。おはようございます。おはようございます。日本社長のケツです。日本社長ケツでした。日本社長のケツですね。はい、よろしくお願いします。いいですか、すみません。失礼します。はい、どうぞ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 。噂にはお伺いします。噂に聞いてましたか。はい、そう、あのね、はい、今日ね、ケツが来てくれたということでね、はい、あのいつもの状態をケツは知らんと思うけど、ちょっといつもと違うことが何点か、はい、あ、そうなんですか。これじゃないんですか。いつもと違うことが、まず私のタロットがね、あ、新しいのを買ったんですよ。あ、新調されて、ね、新調されましてね、うん、あのちょっとこっちを使っていこうと思って、これね、インフルエンスオブザエンジェルスタロットっていうね、やつにしますね。売ってるもんですか。あ、これ売ってるもんなんです。もちろん売ってるもんです。ほんでね、いつもこう、はい、クリスタルチューナーをね、こう波動とか、はい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 、あれ忘れたんで、はい、ちょっと急遽オートモデルもんということで、こちらでちょっと待ってください。音が出りゃええってもんでもないでしょ。あ、なんか高貴なもんじゃないですか。これだけは波動いけます。これもう足りない。ちょっとこっちもう足りないです。これが雑な音じゃないです。適当にすんのやめてください。人しか扱ってもらわないでしょ。いや、えらい笑ってますけど。これでいけるんやったら僕はいいですよ。いや、これでいけるいける、あの、いけること大丈夫です。ちょっと、まあ、そうおっしゃるなら別にいけるなら、はい、ほんならちょっと一回な、はい、悩みますね。一応鳴らすのやめてください。必要とあれば鳴らしてくださいね。はい、ちょっとお悩みお邪魔します。お悩み、あ、いいですか、早速、あの、まあ、ちょっと今ここで活動させてもらってて、うん、あの現段階ではちょっと個人的には考えてないんですけど、うん、あのまあ要は拠点がね、うん、今大阪で、うん、でまあ東京って選択肢もあるじゃないですか、うん、でまあ考えてないんですけど、まああのそっち、うん、考えてないけど、ただあのお二人がそうおっしゃるならちょっとそっちも考えてみたいなっていうことをちょっと思って。もう考えてないから、考えてありやと思うんですけど、僕は今、まあ、まだ大阪でいいんかなって、うんうん、そういうの含めてちょっと、うん、あの見てもらえたらなと思ったんですけども、うん、東京か、うん、はい、うん、考えてないんだけど、東京は行ってみた方がいいのかどうかで、じゃあそうですね、ちょっとでしょうか、うん、それでちょっと背中押される可能性もあるので、うんうんうん、はい、うん、東京へ行ったらいいかな、ら夏ぐらいに起きますよ。ちょっと待って、ちょっとスラッシュしすぎてますね。腹やからちょっとツルツルです。腹がいくいあのケツが 1,2,3 で、あのなんどんな順番でもいいからちょっと選んでみてください。うん、そうそう、あ、いいですか、うん、いいよ。あオッケー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 、いや全然なりますよ、今のタイミングがまだ悪いから。タロット直接触る人は、うん、めったにいいんだけどな、うんうん、あ、ケツはこういうことやったんですか。あ、全然いいよ、もう引いてもない。あ、よっしゃ、これでいい。ちょっと待って、これとかちょっとブレる要素多すぎるの。今日イレギュラー、今日はイレギュラーちゃんと言ってもらうの。いや、いけるいけるいける、2、3やったね。そうやな。あ、そうです、はい、うん、これちょっと行ってみましょう。はい、ケツは東京に行ってもいいか、なんでか、ほんまか、うん、うん、いや、もうそもそも考えてないから、全然東京行かんでいいね。あ、この様子を見て、もうグサッてなってるやんか、うん、背中がグサグサさ、かなり刺さってますね。そうそう、うん、で、あの大阪のにいた方が楽しい。それでこれもスターなんで、うんうん、ちょっと東京はちょっと遠くの土地やんか、はい、だからあの今全然状況は考えんでいいな。あ、そうなんですね、そうそう、はい、普通に仕事で行ったらいいもん。そうやな、そうや、あれに拠点に全くする必要がないな。それはそれはちょっと寂しいですね。今あんまりこう、なんかこう、うん、そこふるさとを捨てて行くぞみたいな感じの場所じゃなくなってるんだ。そう、確かに、はい、まあ、呼んでいただくこともあるんで、ちょっとしつこくて申し訳ないけど、うん、これのせいでこの判定変わってるとかはない。真逆の判定出てることはない。大丈夫、出てきてくれてるから。で、行きたくなったらそのタイミングで
ちゃんと自分でなんかわかると思うよ。あ、キラーンってこう今だーって言ってこうピョーンってこうイルカおるやんか、はい、イルカみたいに飛んでいけれるから子供用の説明書なのだから大丈夫です。あ、今は別に大阪で全然仕事をしてください。あ、わかりました。楽しめてますんで。あ、ありがとうございます、うん、あ、もう一個なんかあるかい？うん、悩み事もう一個行こうか。もう一個はちょっと引っ越し的なことも考えてて、それ何でしょう、例えば、うん、まあ方角やったりとか、うん、なんかちょっとこういう家条件あった方がいいよみたいな、うんうんうん、多分別に方角のもんではないな、うん、どういう感じのとこで、うん、ちょっと一回やっぱり聞いてみよう、はい、どういう感じのところに引っ越したらいいか、はい、うん、なんでか分かる。どういう感じの、あ、またこれや。ちょっと今さ、はい、引っ越しもあの、はい、引っ越しの業者さんに、はい、あの変な家ちょっと騙されへんように気をつけて。え、そんなんで出るんですか。うん、うん、なんかあのいいように言いくるめられへんようにはしてほしいな。あ、そうなんです。うん、はあ、はあ、じっくり話し合って信用できる人、うん、なるほど、と接した方がいい。言いくるめられやすいところあるかもしれない、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。そうそう、いいとこ行けるといいな。うん、いいとこに、いいとこに、うん、なんやかんや言うて、いいとこに、ちょっと待って、ちょっと、ただとやって、うん、いいとこ行けるとええなってある。違う、いいとこ行くにはどうしたらいいか。あ、そうです。あ、そうです。ええなって言われて、いいとこ行くにはどうしたらいいかっていうちょっとヒントをいただいて。うん、聞くで、うん、あ、ワンドの2だ。おお、じっくり考えて。じっくりですか。うん、あ、じっくり考えて探したら出会えるってことですか。出会える出会える。引っ越すこと自体はよしなんじゃないか、うん、すごく。あ、ほんまですか。あ、うん、よしや、ただ気をつけてねっていうのが、その気をつけてこいつに気をつけて、あれはしたらへんように。そうそう、なるほどなるほど、うんうん、ありがとうございます。じゃあちょっと焦らずに、うん、じっくりで、あ、わかりました。ありがとうございます。うん、では、ケツのエネルギーを聞きましょうか。エネルギーを最後に聞きましょうか。はい、あ、お願いします。ケツエネルギー。そう、今のケツのエネルギー。今のケツのエネルギー。ケツエネルギーなんですか。ケツのセルフエネルギー。あ、僕の、あ、はい。うん。ケツエネルギーを取ってきたんで。あ、よしです。そう、これジャンピングカードあるんですね。あ、あるんです。飛んでくるっていうのがあるんです。ケツのエネルギーね、今よしですよ。え、あ、うんうん、ありがとうございます。特にこう仕事のこれコインの3っていうカードなんですよ。はい、あの暮らしも安定しているし、これ仕事よしっていうカードです。あ、いいでもそういう風に出てるんです、うん、あ、よかったです、よかったです、ありがとうございます。よしです、よしです。よしなんで、うん、以上です。あ、ありがとうございます。これは使わないで今日はこれの出番なかったですね。、うん、これもう使ってみたい、ちょっと、うん、あ、使ってみよう。使えるんですよ。これいつも使ってるやつ。これじゃあいつもやつやね。ケツこれ気になるから、ほんならなんか一番いびきでなんか聞こうか。あ、いいですか。何でもいい。質問なんか。あ、じゃあ僕、まあ一応ギター好きなんですけど、ギターはい、うん。ちょっとええやつも買いたいなって気持ちもあるんですよ。うん。ええギター、はい。そのぜひと。ええギター買って、ええがって。はい。うん、ええギター買っていいですかって真剣に聞きたい。真剣に聞く。うん、じゃあちょっと私も真剣に聞くわ。ギター買ってええんちゃうかな。あ、ほんまですか。これエンペラーっていうかわかんないけど、はい、うん、ちょっと待って、全部で聞こう。ギター買っていいか、ちょっと待ってください。いや、大丈夫大丈夫。ギター買っていいか。あ、な、うん、おー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 おおおギター買っていいわ。あ、ほんまですか。めちゃくちゃいいギターこれ。でもなんかちょっと良さそうな。キング、うん、そうそう、全部お偉いさんやわ、はい、うん、だからもう買ってもよしや、うん、うん、なんかめちゃくちゃいいギター買っ、はい、すごいいいじゃん、全部いいね。あ、ほんまですか。めっちゃイエスって言われてる。うん、どれぐらいだっけ。見たら30万ぐらい。おーおー、買い買い、すげえすげえ、うん、え、業者の方じゃないですか。まあ、買わせようとしなくてもいいですかね。今回のケツは、高級ギターを買って、うん、ワンステージ上っていう。あ、そういうことですね、はい、はい、はい、よかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、また来てください。はい、また来てください。さよなら。はい、帰ってください。時間ですじゃない。そういうやつじゃないです。クリスタルチューナーが変わるでしょ、これ。さよなら。さよなら。
いやめっちゃ楽しかったです。後味だけ悪かったです。すみません失礼しました。じゃあもういいです。行きますから僕も。ありがとうありがとう。あすみませんありがとうすみません失礼します。すみません。出ましたって僕。